キアスタート。はい、今日はね、ペリーの誕生日ということで、もう歌でね、やっぱペリー大好きですから ね、とりあえず黒船来航させとけば、はいはい、ご視聴ありがとうございます、いけるだろうって思ってますね。ペリー出しとけばもう最高だ、最高です。僕たちはもうペリーが出てるときはもう大抵もう僕たちが嬉しいだけです。嬉しいですそんなペリー当然顔覚えたね。いや、もう刻み込まれてますね、頭にね。もうね、ペリーをね、かけなかったらやばいよ、マジで、本当だ。ということで、今日は1分でペリーをよりうまくかける方が勝ちということで、絶対負けないからね、今日はマジで。いや、もうね、余裕ですよ。最近ちょっともう、松田さんが勝ったばっかりなんで最近っていうか、ずっとねいつだとかね、勝ちたいんでね、今日は勝ちます。1分後はい、ってことで1分後ということで、今日もね、なんかお手伝いの人が書いてくれましたけど、見てください、これうますぎませんか。うますぎだし、いや、まあ、誰かわかんないけど、これあれ、サルバトーレ・サルサでしょ、これ。どっちか出たのって、そうね、ヨーロッパの音楽家っぽい、音楽家っぽいね、なんかベートーベンの孫みたい。まあちょっと足軽っぽい帽子かも。ほんと非常にうまいです、めちゃくちゃうまいこの後には非常に出しづらい、出しづらい。まあ頑張ってやるだろ。まあだけど僕たちはやっぱペリーファンですから、ペリーファン。もうね、正直今回は僕はね、まあ新しいステージが来たかなって思いました。いや違う、どうして返すの。そうですね、まあいざやっぱアウトプット、インプットされたもん、はいはい、アウトプット、アップットプットね、プトプトね、プトプト煮込んだスープ、はい、ね、難しかったなっていうのがありますね。なるほどね、うん。というじゃあ松田さんから、超高いですね、誰だよ、ペリー。いや、うまい、めちゃくちゃ、ちょっと若いかな、めちゃくちゃうまいけど、見たことはない。ペリーこんな表情してるじゃん。本当に見たことある、え、ない。いや、ペリー死ぬほど覚えてますよ、僕。こういう表情じゃん、悲しげな、物向けな感じ。そうなんだ。でここはすごい似てる、このワッペンのところ。ワッペンではない、これすごい似てるわ。勲章とかついてるんです。これなんて書いてるんですか。モンスーンの文字ですね。モンスーンが吹いて、それでこう髪が生えてんだ。だってこれ髪型似てるんだよね。あ、本当はすげえ、セパタクロ方式だ。すごい。そうなの？じゃあ僕行きましょうか。行かなくてもいいです。まあ、そのなんか最近すごいやっぱ絵を見るやっていろんなアーティストの作品見るんですけど、やっぱなんか一つのこだわり持つ人多いなっていう。なんかマッチ棒だけ作ったりとか、シールだけ作ったりとか、まあそういうこだわりが見えて、まあ特に僕その中でもヘドヘドさんって人の作品がすごい好きで、ちょっと全然存じ上げないですけど。ヘドヘドさん知らないですか。ちょっと正直その真似になってしまってるんですけど、まあまあ、まあでも僕らにアレンジしました。はいはい、こちら、ペリペリモヘです。これすごくないですか。これ全部ペリーでできてるんですよ。全部ペリーって書いてある。じゃない。しかもめっちゃ似てるでしょ、ペリーに。ということで、この3作品の中からどれがいいかということで、投票してもらえて嬉しいです。